ジャッカル2023年度新製品のバス用アームフックストレイズはスクイーズシリーズの最大の特徴は魚の口内の肉表面に対し大きな角度で侵入し深く刺さり込むことです。このようなブラシガードやワーム本体をガードとして利用しスナッグレス効果を高めるこれらのフックにおいてはフックポイントをアウトサイドに配置し魚へのコンタクト性を高めることが重要です。これらの特性はカバー周りでのラフになりがちなランディングにおいてもミニレによるロストを減らしランディング確率を向上させることが可能となりバイトまではガードされた状態のフックポイントがフッキング操作を行うことに露出し魚にコンタクトしていきます。しかしながらこのようなフックの特徴としてアプローチアングルが大きくなりフックとしては基本的に貫通性の悪い形状にならざるを得ません。そのような形状特性でありながらも硬さとしなやかさを併せ持つ特殊材料プロスペックメタルの採用およびとてもよく滑る特殊表面処理 PTFE アーマーによる貫通性の向上に加えアングラー自身による的確なフッキング操作をすることにより確実なフッキングとランディングを実現します。今回は皆様により楽しいバスフィッシングを味わっていただきたいためにストレイズやスクイーズの性能を最大限に生かすための的確なフッキング方法をご紹介させていただきます。おはようございます。おはようございます。ジャッカルプロスタッフの藤田夏樹です。ジャッカルフック開発担当者の佐野です。はい、今日は実況編ということ で、ついにフィールドにやってきました。ここは石川県にあるドリームレイクさんです。はい、たくさんバスが、釣れるっていう有名なあの釣り堀さんですね。今回はその実況編ということで、バンバンあの魚をかけてその、フックの、フッキングの仕方だったりとかかかり方、使い方のコツだったりとか、かかり方だったりとかを、ご紹介したいなということで今回やってきました。今回はですね、スペシャルゲストの方が、来てくださってます。おはようございます。ジャッカルスタッフの清水です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水さんは結構普段からもよく釣りをされるんですよね。知ってます。バス釣り大好きです。あ、そうですか、はい、もうなんか週末になったらしょっちゅう乗ってらっしゃいますよねそうらしい、はい、なんかその話をよく聞きます、はい、今日はこのジャッカルの新製品のね、はい、あのストレイザースクイーズフック、ほとんど使ったことないと思いますので発売前ですから、はい、今日はその使い方だとかあとフックの基本とか、はい、その辺を学んでいってもらって今後に役立ててもらったらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況ということでストレイザーを使ってあのフッキングの仕方なり様々説明したいなと思います。ストレイザー使う時のフッキングについてのコツなんですけれども、バイトを感知したら、すぐ合わせる。バイトを感知して重さが乗ったら、大きいストロークでしっかりと合わせてあげる、ベストなフッキングの仕方になりますので、実践したいと思います。ちょっと遠めに投げますね。遠めに投げてまずズル引き、ジミーシュリンプズル引きすごい釣れるん で当たりを感知してから大きく強く合わせる。よっしゃこれいい感じじゃない。よいしょ、がっちり。これかこれぞストレイザーって感じの刺さり方。この部分が全く滑らないで積もってこう深い方に刺さり込んでるのが分かると思う。これがあのストレイザーの完璧なフッキング、僕らレイザーフッキングって呼んでます。ありがとう。ストレイザースクイーズの、フッキングの基本的な動作というのをご紹介したいと思います。まずバスがバイトをしました。バイトをした時に、ラインをまず張ることが非常に重要です。ティップが少し入るぐらい、ね、このロッドティップが少し入るぐらいの状態からフッキングする時にまずこのリール竿、これを胸元に向けてこう引っ張るイメージ。胸元に向けて引っ張るときにこのグリップエンドが体に当たるように持つとすごく力が入っていいフッキングが
できます。あまり良くない例のフッキングです。手で合わせることもできちゃいます。でこうロッドのグリップエンドをこの腕のところにこう固定してグッて合わせる、この合わせ方もできるんですけど、これだと非常に大きい魚だったりとかカバーの中にいる魚に対してフッキングした時にこう手が滑ってしまう、でこうフッキングパワーが伝わらずに竿が持ってかれてしまうような、現象が起きてしまうんで、なるべく体のグリップエンドを体に当てながらこの胸元にリールを持ってくる。そうするとしっかりとこう重さを持ったしっかりとしたフッキングができると思います。いいね。そうそう、だからもっとスピードを伴った瞬発的な合わせ、瞬発的な合わせ、にすると抜けるんだよね。そうです、そうです、バイトを感じた瞬間にドンってやるといいですね。はい、そこまで、ここまではもうトンってグッ、ちょっとあ、よしよし、釣れた。釣れた。やった。ちょっと飲み込まれ気味になってますね。飲まれ気味ですね。清水さんね、はい、先ほどすごく飲まれてた。ですね、バスに、はい、あれはね、ここのフィールドで魚すごく食いしん坊だったんで飲み込んでフッキングしてくれましたけど、天然にいるすごく大きい賢いバスっていうのは飲み込む前にさっさと吐いてしまう。あ、そうですね。そうだから感知したらもう少しでも早く、はい、早いタイミングで早いスピードで合わせることでこのスクイーズっていうフック、あ、ストレーザーっていうフックの良さっていうのは際立つと思います。それも頭に入れてやってみてください。わかりました、勉強になります。うわっ、あやってしまいました。ダメだよそんなフッキングじゃ、はい、もっともう早く強くね、タイミング的な速さと動作的なスピードで、はい、フッキングにパワーをつけてあげるんですよ、はい、強すぎなくてもいいですよ。そしたらもっと確実なフッキングができる。わかりました、はい、やってみます。ええ、お願いします。あ、来ましたね。来た。手を。これ入っていい？かかってる。でかい。でかい。あ、やっぱいいところ。おいしょ。めっちゃナイスフッキング。今ぐらいのね、タイミングは本当にぴったし。で、パワー的にもかかってる。すごく弱いかなと思ったんだけども、ちゃんとかかるんですよ。これぞレーザーフッキング。はい、そうですね。そんなに大きな合わせをしなくても、タイミングさえ早いタイミングで、うん、今みたいに結構ピークがある合わせをされましたね、今。これで十分なんです。めちゃくちゃいい刺さりした。はい、硬いところに、そう、硬いところです。釣れました。今度はスクイーズシリーズを使った、フッキングの仕方だったりとかの解説をしたいと思います。はい、じゃあ実際に釣ってみましょう。はい、はい、このスクイーズも、同じようにアプローチアングルが大きく設計されているので、
ガードからこう針先が出てくる、速度が速い。これもストレーザーと同じように、ズバッと当たりを感じたらコンと合わせてあげることが大事になってきます。多分チョン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 してたら釣れると思うんですけどね、こう、うん、ズバッと、ね、いい。今みたいにこう強めのフッティングしてドラッグが出るぐらいのセッティングがいいね。そうですね、うん、ライトライン今何ポンド ?3 ポンドですか。これは5です。5ポンド、はい、5ポンドじゃまだちょっと余裕あるけど、それでも魚がこれ1キロぐらいあるのかな。 ありそうですね、うん、だからちょっとドラッグを調整してフッティングでラインブレイクしないように調整して思い切って合わせた方がこのフックには合いますね。来た、うん、来た、でかい。よいしょ。ちょっと見せます。カニ。カニ。今のそのタイミングもスピードもすごく良かったですね。良かったですか。ドラッグの調整も良くて、はい、ロッドがフッティングに必要な分だけロッドが曲がったら、うん、ドラッグが出るぐらいちょうど良くなってるんで。なるほど。思い切っていっちゃっていいですよ。わかりました。